東京競馬9レース初音ステークス牝馬限定の4歳以上三勝クラスの競争です芝千8百メートル16頭立て2コーナーポケットからのスタートです 少しではありますが風は弱まったでしょうかしかし依然として風が強く吹いています2コーナーから4コーナーの方向へと強い風が吹く今日の東京競馬場です芝コースはコンディション良ところどころ昨日の雪がコースの外にはまだ残っています4番のスノームーンがやや渋っていましたがゲートに入って内では2番のウィン・エクレール 去年はこのコースでスイートピーステークスススでイトピテクを勝ちましたおっと4番のスノームーンが突進してしまいましたゲートの前扉を開けて突進してしまいましたジョッキー・古和卓也騎手は乗ったまま抑えます百数十メートルほど走ったところで今止まりまして4番のスノームーン、ね、ターターさてスターターが降りましたこの後お知らせがあるかと思いますゲートインがやり直しとなります 東京急レース発送までもうしばらくお待ちください。 お知らせいたします東京競馬第9レースの4番スノームーンは発馬機から飛び出したため馬体検査を行います発送時刻が遅れますのでご了承願いますなお検査の結果は分かり次第お知らせいたします 東京競馬第9レースの競争除外馬についてお知らせいたします4番スノームーンは発馬機から飛び出した際に馬体に故障を発生したため競争から除外いたします競争除外に伴う変換は東京競馬第9レースの確定後に 払い戻し窓口で行います お待たたたせいししました東京競馬9レース初音ステークス、牝馬限定の4歳以上3勝クラス芝 1800m4 番、スノームーンが競争から除外されまして15頭立てに変わって改めての枠入りです順調、最後は16番の鳳凰ーーラスカーズが待っています入って15頭の枠入りが終わります。スタートしましまた と16番のホーラスカーズ大きく遅れました2番ウィーン・エクレールも立ち遅れまずはコースタードは5番のアルーリングウェイです2コーナー周回コースに入るところで先頭リードは体半分ぐらいこれを追って9番ローゼライトが並んでいきます向こう上面に差し掛かります3番手が6番のワールドジェ外10番コスタボニータ内3番アインゲーブング3番手グループはこの3頭前から6頭目13番のリア・グラシア先頭までは3馬身の位置です中中前に内7番番真ん中8番 ミス・フィガロ、外追走14番、ブルームスペリーで向こう上面、中ほどへこのグループは左内1番、タガノ・パッションも取り付いています中段のやや後ろに馬身差で12番、サンタ・グラシアその後ろインコースに入れて16番のホウオーウォー・ラスカーツ、外15番、ストーリアは後ろから現在3投目3コーナー手前で先頭までは10馬身残り 1000m 切りました11番、森野環奈ちゃん後方2投目で2番、ウィン・エクレール最後方です 34コーナー中間、先手は5番のアルーリングウェイリードは体半分から首ローゼライトが差を詰めていって800を切ってこれから4コーナーです、2馬身差の3番手が10番コスタボニータ真ん中は6番ノワール・ルジェ内3番アインゲーブング直後13番リア・グラシア先頭まで3馬身の圏内、外を追走しています中段のインコースが1番のタガノ・パッション4コーナーカーブ直線に向きます。 アルーリングウェイを捉えて今度は9番ローゼライトが先頭に変わりそうです追ってきた6番のノワール・ドゥジェが現在3番手さらには10番コスタボニータその外13番のリア・グラシアが追い出して現在3番手の一線横に広がって坂を上ってくるその後ろからは14番ブルームスベリーです内から3投目1番のタガノパッション伸びてきて坂を上りきって200を切ったさあ今度はタガノパッションコスタボニータ内食い下がってローゼライト間は6番ノワール・ドゥジェ外からは14番ブルームスベリーを追ってくる先頭10番コスタボニータと1番のタガノパッション2頭並んだコスタボニータがゴール わずか二十0番コスタボニータか内は1番のタガノパッション3着争いも粘った9番ローゼライトに外14番のブルームスベリー12着34着いずれも接戦になりましたが前の2頭わずか二十0番のコスタボニータが追い比べを制したでしょうか今日が初めての 1800m 選出走タガノパッションとの追い比べをどうやら10番コスタボニータ制しました 勝ちタイム1分46秒6上がりはゴールまでの 800m46 秒 1600m は34秒5でした3着争いは9番ローゼライトとそして14番ブルームスベリーこれも接戦10番コスタボニータ1番タガノパッションの12着で3着はどうでしょうか場内ストップモーションが流れます 9番ローゼライト残したか14番ブルームスベリー際どく差を詰めて内と外馬体が離れて3着争いですその後3番アインゲーブング16番ホーオーラスカーズなど続いています東京競馬9レース初音ステークスデビューからこれまですべて芝の 1600m を使っていた10番コスタ・ボニータ初めての1ハロン延長 1800m で 3勝クラスを突破オープン入り安城は松山光平騎手です道中は中段のインコースから最後も内から3投目のスペースを抜けてきた1番のタガノパッション僅差の2着3着争い写真判定が行われます3着争いは9番ローゼライトと14番ブルームスベリーの写真判定5着3番アインゲーブングです写真判定の結果発表確定までお待ちください